さあいきなり全選手が乱闘という形で始まりました。ここで静観しのゴング、いきなり場外乱闘、いきなり全員場外というね、FMWE らしい展開で始まりました。あのここで今日初めてご覧になる方もいると思うんですけども、あのあー来た、これは放送席に、放送席に来ました、ね、モンスターレザーがいきなりでしたね。いきなり来ましたね。あの初めてご覧の方もいると思うんですけども、はい、FMWE を旗揚げする経緯のようなことを簡単に教えていただければ、はい、FMWE まさしくエクスプロージョン、はい、大仁田敦が生み出した電流爆破、これをですね、はい、ぜひちょうどコロナが始まった頃にですね、はい、日本がちょっと元気ないよな、何かプロレスの力で盛り上げていこうよというような、はい、実はちょっとそういった機会がありまして、はい、でそこで意気投合しまして、はい、だったらこのあえぐコロナにあえぐ日本の中でプロレスで元気を与えようじゃないかということで、はい、実は旗揚げというのがこの FMWE。あ、なるほど。一度エンターテイメントという、はい、大阪大会はありましたけども、はい、今後は他の地方も回っていく計画なんかもあるんですかね。まあ、計画はあるんですけれども、はい、例えば今日のメインがいきなり変わった通り、はい、まさしくこう先が見えない中で、まあ、何でもありが FMW の、ねね、魅力ですから、はい、私も FMW は高校生の頃、はい、ね、ほとんどの大会を見に行ってましたけどもね。そうだったんですね、はい、見に行きすぎて、うん、高校を卒業するのが20歳になってしまった、うん、試験を休んで見に行った。なんかリングに上がったことがあるようなこと、はい、あ、僕はここの鶴見青果市場、はい、私が爆破の会場として見つけてきて、あ、なるほど、はい、3年前に大仁田さんとここでノーロープ優勝して、それはもう感謝の言葉しかないですね。もう FMWE の聖地と、はい、僕ももうプロレスマニアなんで、はい、試合だけではなくてね、会場まで妄想して探したりとか、はい、なるほどしてるんで、なるほど、現在ねこの FMWE の、はい、として、うん、こういう会場がいいんじゃないかっていうのを大仁田さんに提案したりとかしてますけども、うん、この会場はもう本当に、うん、いけるかなと思ったら、なるほど、ここの支配人の、はい、社長のね、はい、おばさんの社長がいるんですけど、爆破でも何でも、はい、何でもやってくださいと言われてましてね、はい、なるほど、非常に頼もしい会場なんです。そういうことだったんですね。はい、華麗な飛び技ですね。試合のことを全然実況してませんでした。場外乱闘で始まったんですけどもね、いつの間にかいい試合がリングの上で、そうですね、この櫻井選手は、ね、非常に、うん、テクニックのある選手ですから、うん、飛び技もそうですしね。なるほどですね。さあクローズラインかわして、あーっと急所攻撃、この辺がミスターアトミックのうまさですかね。ミスターアトミック、さあそしてモンスターレザ ー, ー, ザー、やっぱり FMW はこういう怪奇派の人が一人はいてほしいですね。なるほどですね、はい、そうですね、昔からそうですもんね、はい、そして川原井俊也選手、川原井俊也選手、ね、はい、これ私昨日名前検索で Google で調べてみたんですけど、はい、何も情報が出てこなかったので、ね、なるほど、この時代に珍しく謎のレスラーまだ見ぬ謎のミステリアスの選手ですね。これはもう会場に来ないと、うん、見れないんじゃないですかね。ちょっと何ですかね、モンゴリアン風な、うん、風貌ですけども、ね、ちょっと独特なペイントも顔に施してますね、はい、このメンバーの人選は社長とか大仁田さんで、もうこれはですね、はい、大仁田敦が、大仁田さんが、まあ、大仁田さんね、旧 FMW の旗揚げ当初から、うん、もう本当におもちゃ箱をひっくり返したようなプロレス団体にしたいということでね、はい、本当におもちゃみたいな選手も出てましたよね。まあ今日なんかもね、パンディータとか、そうですね、はい、おもちゃの人形みたいなレッスンが出てきますから、試合が組まれておりますね。さあボディースラム、桜井ちょっとローンバトルが続いてますね、うん、
さあロープで、はい、したたかですね。攻撃がですね、痛い。これは痛いです。これ5分経過、ね、自分のコーナーの方で戦うというのはタッグマッチの、ね、なるほど、上等手段ですから、うん、さあモンスターレザー意外と速いタッチワーク、はい、青コーナー、そうですね、モンスターレザーもそういった意味でいくとしっかりとした青コーナー付近で戦っておりますね。そうですね、おお見事なドロップキック、うん、見事です。かなりね身長も高い方の選手になりますね。そうですね、もっとコーナーに登ったムーンサルトか、プロップからムーンサルト、あのムーンサルトのフォームもレザーフェイスなんですよね、うん、独特ですね。あの小林さん武藤さんとは違う、こう斜めひねりの、さあ谷口雄一選手、コスチュームもね、いろいろレザーフェイス着てますんで、そうですね、動きがその中でも軽快ですから大したですね、よっと、おー、クロスショップクロスショップあった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 ツーカウントエルボードロップ、カウント2、さあタッチ、この辺りのところと選手の、そうですね、目まぐるしく入れ替えてます。佐野選手ダブルクロスライン、カウント2、あまたもや急所攻撃、そうですね、さあなんだ、あビッグブーツ、打点も高いですね。そうですね、笑い、おしや、謎のレスラー、謎のレスラーですね、強烈ですね、はい、なかなか強烈な技を繰り出しますね。カウンター2、うん、おっとタックル、過去なカット、うん、リング上は、レザー、河原、そして佐野直ブレーン、ブレーンバスター、さあお決めに行きますかね、選手を立たしてやりやっと、おっと丸め込み、あうまい、丸め込みました、スリーカウント入りましたね、ね、キドクラッチ、ガンドスケクラッチのような、あ佐野直しうまく丸め込みました。